はい、どうも、ゲーム仮面です。さあ、今回は、ドッキリです。イエーイ。ドッキリ企画ってあんまりやってないんですけども、今回はね、YouTuber のムアリアくんの配信をもしゲーム仮面が乗っ取ったとしたらどうなのかということをやっていきたいということで、これもうすでにやったんですよ。ムアリアくんの配信見てる人はびっくりしたと思うんですけど、俺がね、ちょっとね、乗っ取ったんでね、その配信がどうだったかっていうのを、紹介したいと思います。では、どうぞ。さあ、まあ、うまいことやってもらいたいですね、僕は。はい。やりますよ。やりましょう。うまいこと、曲が下がった時に、はい、どうも、ムアリアです、みたいな言ってくれたら。ああ、了解です、了解です。今日もやってみます、今日もやっていきますね、みたいな。了解です。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、どうも、ムアリアでーす。みんな元気ですか？あ、ハルくんも来てくれたね。こんにちは。亀が転んださん、はじまって。マリタカースさん、こんな時間に、ムーくん。何の配信だ？それはまだ秘密。まだ秘密でーす。こんにちは、ムアリアザマス。声変？なんか変だったかな。あ、いつもとマイク変えてるからかもしれないな。ちょっとね、じゃあ今日もやっていきましょうかね。じゃあ今日は一緒に遊ぼう、やりましょうか。この画面みんな見えてますか？だよね、これは別人だよねって。別人じゃないよ、別人じゃ。じゃあホムパ開くね。ホムパ開いていきますから。これ偽物だったらこれできないでしょ。マジでやばいことになった。これでね、緊急でこうやってね配信してるからね。僕もゲーム仮面さんっぽい。それはおかしいでしょう。ゲーム仮面こんなイケボじゃないよ。ゲーム仮面さんじゃん、違うでしょそれ。ゲーム仮面さんだと予想。ザクロッチもそうやって言ってるんだ。もしかして貴様は僕の友達の田中か？田中くん。いやもうこれちょっとネタバレしちゃうと、ちょっとね、喉の調子が悪くて、今日ちょっと朝からずっとこんな感じの声なの。朝からね、この声だったから、配信したらみんなどんな反応するかなと思ったけど、やっぱりなんか、ね、別人だってね、いう声が多いね。そういう書き込みが多いね。あ、でももう本場来てくれてる人もいるね。偽物ですか？偽物じゃないよ。さっき、お絵描き配信してたのに、ムアさんのとこまで来たんですか？正解です。どういうことかな？ちょっとザクロッチさんが言ってること、ちょっと何言ってるかわかりません。みんな、今日は何してましたか？僕はね、本当にね、ずっと家にいました。ゲーム仮面アンチですって。ゲーム仮面、なんでゲーム仮面がいきなり出てきたの？ムアリアですけど、僕は。ちょっと今日はね、予定があって、すぐに終わります。ごめんなさい。せっかく来てくれたのにね。じゃあ、お悩み相談やっていきますか。違和感ないでしょ？こんなしっかりしてないよ、ムアさんは。って。僕がしっかりしちゃダメなの？ダメざますって。ムアさんこんばんは。ザードン来てくれてる。声どう見ても違うよね。そう？怖いな。ゲーム仮面ブスって何？ゲーム仮面ブスって、まあ確かにあいつはおっさんだけど。お悩み待ってまーす。みんな元気？みんな元気にしてる？うん、なんか言わされたかない？言わされたって誰に？誰に？ゲーム仮面さんだよね。え？どこが？誰かに指示されて俺が読んでると思ってるじゃん、みんなね。おかしいでしょ。そんな配信あるわけないじゃん。そんな、よし、じゃあそろそろ今日は終わりにするか、みんな。じゃあエンディング流しまーす。あ、メッセージ送ってくれた人後で見とくね。みんなゲーム仮面ブスで荒らせ。ゲーム仮面はブスなのかな？ゲーム仮面ブスで荒らす作戦始まっちゃってるよ。
お悩み来ましたね。お悩み読みますね。質問です。ナスが食べられないんですけど、どうしたら食べられる？食べられるっちゃ食べられるけど、苦手です。撮影頑張ってください。応援してます。いや、ナスはね、あれをナスと思わないで、ブドウと思ったらすぐ食べれるから、それだったら、すぐに食べれるようになる。今の時点で食べられないわけじゃないんであれば、もうほぼ食べられたに等しいから大丈夫。あとは自分を信じれば大丈夫。今日は早めに終わるよ。もうエンディング流れてきたよ。待って、早くね。早いけど。さようなら。完璧でした。よかった、よかったです。よかったです、それなら。コメント荒れてますけど。